運命を知ることは未来と戦うこと。未来をよく見る者はそのことを心得る。運命を知ることは未来と戦うこと。うん、お師匠かっこいい。変なところに感心してないで、もう少し訓練に集中しなくてはダメよ、メナト。はい、お師匠。ところで今日のご用は何ですか？読み取ってごらんなさい。あ、占いの練習ですね。よし。おやつじゃなくて、お仕置きでもなくて、あ、お出かけですね。そう、正解。お師匠どっか行くんですか？お使いだったらまた私が行きますよ。いいえ、港、これはどうやら私に関わりのあることかもしれないです。しばらく家を空けますので、お留守番を頼みましたよ。お師匠、行ってらっしゃい。おかしな金じゃと？はい、確かに今あの男は滅び、危険な力の高まりは消えました。しかしそれとは別の、これは、わしゃあんたよりちーと長く生きておって、多少物が見える。それで言うならこの木はベガのそれとは違う、邪悪なところや歪んだところのない、むしろ極めて自然なバイブスじゃと思うんじゃが、だかな。そうだと思います。ですがあまりに自然であるため、それゆえに避けることができない、そんな怖さがあるように思うのです。なるほどな。それで試しに来たか。はい。よくぞ来られた、地球人民よ。この地球を代表してあなたに答えよう。兆しは愚者、そして今それは運命の輪に変わる。確かめさせてもらいます。そうだ、地球人民よ、あなたにはわかるだろう、私が何であり、またあなたが何であり、我々が何であることができるのか。まさか、そんな。そしてあなたはその目にありありと見ることができるに違いない。我々が、すべての地球人民がどこへ向かおうとしているのかを。嘘よ、これではまるで、まるで、すべての終焉。地球人民よ、聡明なる我が人民よ、あなたが今まさに得たビジョンは、この私のビジョンに他ならない。それが定めであるのなら、この私の、すべての地球人民の、そして宇宙の定めなのだ。
彼が結局のところ何者であるのかはっきりとはしないけれど、あの力とまみえて得たビジョンは鮮烈なものだった。巨大な氷河が海へとなだれ落ちるように世界は終焉へと向かっている。そしてもはやそれを止める術はない。シャドル、ベグ、あの強大にして弱な力の高まり、それを除けば世界は危機を脱する。そう考えていたのは見込み違いだったというの。お師匠、お帰りなさい。お師匠どうしたんですか？世界の終わりみたいな顔になってますよ。わー、お師匠がお疲れだ。こんな時はどうすれば。あ、そうだ、お風呂。お師匠、お風呂は開いてますよ。サイコパワー、その危険な力の乱用で世界は滅びに押しやられようとしていた。けれど、あの男の野望がくじけた今も滅びへの流れは止まっていない。世界は私が気づくずっと以前に道を踏み外していたのだ。だとすれば未来ではなく過去、あの男の力を蓄えるその前に邪悪の根を摘む。それができるとすれば過去の私、私にだけその可能性が残されている。過去の私が事態を知った今の私を未来の自分として読み取るとしたら、そう、全てをやり直すことができるのかもしれない。ゼロから。